ニューズウィークでは膠着状態に入ったウクライナ戦争の不都合な真実っていうのを、亀山洋二さんっていう元ロシア駐在外交官が書いてますけどね。アメリカの、議会が、議長クビになって、でそう次の予算がね、出ないとウクライナ支援のそうそう戦争するお金が止まりますんでね、それをどうするんだと。それは一つ大きいよね、それはEU だってさ、いつまで支援するのかっていう声が出てきますよね。そうですね、クリミアをね攻撃し始めたんで、一番すごいここから一番金かかる時なんですけど、これをそれでまあそのなんだろう、ウクライナ側がね、成功攻略に成功して、それでまあなんていうか交渉が始まればまだいいんだけど、これそしたらプーチンが応じないだろうしな、そういう交渉にはな、応じないですよ、やっぱり。だから内部から崩れてくれないと、そうなんですよね、ロシア国内が、NATO もやっぱりそのいつまでやってなきゃいけないかっていう、そうですね、声が出てきますよね、当然ながら出ますね、アメリカではね、共和党になそうるのかどうかっていう、この1年間もね、何もあるし、下手するともうそのアグレッシブなウクライナが欧州の火薬庫となり、欧州の安全保障にとって大きな問題となる、そうです。また長期にわたってウクライナ支援を続けなければならないとすれば、避難民の問題も含めて近隣諸国にとって大きな負担となる、第3に自由民主主義の旗印を掲げてウクライナ支援を行ってきたが、汚職がはびこるウクライナを EU の基準まで浄化するのは容易ではない。第4、ウクライナで混乱が拡大し治安が悪化すれば近隣諸国にもその影響が及ぶと。第5に、ロシアは自国の安全保障のために実力交渉をためらわないことが明らかとなったため、ウクライナを西側で維持することはロシアとの緊張を高め続けることになると。これらの問題点を踏まえて言えることは、ウクライナがロシアを弱体化させてプーチンを追い落とすことができないのであれば、安全保障の観点に限れば欧州特に近隣の東欧諸国にとってウクライナを支援するデメリットは非常に大きいと。まあそうなんだよね、国家になっちゃったんで、ちゃんとしたウクライナが今回、今までは、ちょっといい加減なね、汚職大国みたいな感じで、ロシアの衛星国でいいやみたいな、どっちつかずの国だったんで、西側も諦めてたんですけど、ゼレンスキーみたいなやつが出てきて正論言い出したんで、じゃあ応援しようって形になってるっていう状況なのでね、新潮のワイド特集でやってたんですけど、田園調布の石原さんの家が売りに出てやったと。そうですね、これはまあちょっと寂しいって寂しいね、そう思いましたね、何回か伺ったことがありますけど、まあ、これもしょうがないんだね、これ読むとね。その要するに、その土地は路線価をもとに計算すると約1億5000万円、一方で建築当時の政府統計による建築単価で計算すると建築代金は約2億7000万円ですから、一般的に建物の評価額は建築代金の 60% なので約1億6000万円、つまり田園調布の不動産の相続財産は、合計で3億1000万円ほどという推計になると、と3億1000万円の相続財産に対する基礎控除額は5400万円ですから、最終的にはこれを差し引いた2億5600万円に相続税がかかってきますと、そう、まあ、4人子供がいるからね、男の子が、4人で相続する場合、相続税の合計は4880万円、1人当たりでおよそ1200万円を支払う計算です。また4兄弟でそのまま不動産を保有した場合、年に数百万円程度の固定資産税や維持費もかかるでしょうと、まあ、一方でこれを売れば6億円の値がつき、不動産業者への、手数料などを支払っても、それぞれに、1億1800万円がそれぞれに、1億1800万円が兄弟たちに入ってくる、で四男の信弘氏はですね、固定資産税や維持費なんて払えないですよと、大きすぎて誰も暮らせないあの家に誰がお金を払うのかって話じゃないですか。そしてこう打ち明ける。遺品の整理をしていた時に、おじさんの裕次郎夫妻が来て食事をした写真が出てきたんです。ああ、こうして家族みんなで飯を食って一緒に写真を撮ったこともあったなって、忘れていたこともたくさんあったけど、実は思い出を積み重ねていた場所だったんだなって、せっかちな親父がボロボロ食べこぼしたシミなんかが絨毯に残っていたりねと。家を整理した際、太陽の季節の第一行をはじめ貴重な生原稿が発掘されたという。信弘氏はいずれ然るべき場所に
そうした貴重な文化的資料を寄贈する予定であると、うん、まあこれはしょうがないんだね、はい、まあ奥さんも亡くなっちゃったからね、あのそうですね、うん、まあ税金が高いですよ、うん、なんといっても、うん、財産として、うん、まあ例えば石原慎太郎記念館にして、記念館にし残すとかね、とかね、あれ裕次郎もないじゃないですか、うん、今亡くなっちゃったわけじゃないですか、裕次郎のとは、にあったけども、あのやっぱり長年経って客が、はい、少なくなったし、やめちゃいましたよね。ですよね、だから、うん、なんか相続税とか、こういうの高すぎて、うん、なんか文化が消えるように日本ってなってて、うんうんうんなんかアメリカとかね、うん、海外なんかどうやって残してるのかよくわからないですけど、うん、な日本これあまりにもちょっと残酷というか、確かに石原慎太郎記念館かなんかを作ればよかったかもしれませんね、はい、そうなんですよね、うん、やっぱり、ね、あの裕次郎もいたわけですから、うん、ちょっと二人、ね、石原兄弟のね、そうだね、なんか作ればそういうあれはあったかもしれない、はい、うん、できそうなもんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあここでね、うん、ここでそれを作ってもまあそんなには客が来ないかもしれないですけど、まあまあそうですね、田園調布わざわざやる必要はないかもしれないですけど、うん、まあ田園調布みたいないいところでやる、そう、まあ、まあだけどまあね、うん、でもなんか便利だから、はい、まあ、見に行こうかとかね、維持するのは、維持するのは大変かもしれないな、はい、なんか本当、こういうのがこうなくなることがすごいもったいないなとは思いますね、そうですね、はい、ニューズウィークも大谷大特集ですよ、はい、これなかなかいいよね、はい、まあもうでも大谷のことはみんなもう知ってるんで、そうですね、いかにすごいかっていうのを書かれても、まあ、それはもうそうなんだけど、保存版としての数字ですよね、そうそう、これは保存版記事は、あとまあ、 あの写真がいいからね、はい、そうそうそう、写真が素晴らしいから、はい、それはあるんだ、大谷のことは確かに和田君のように知ってんだよ、うん、もうどんぐらいホームラン打ったとか、そう、うん、もう大事、知ってんですよね、知ってんだよ、はい、うん、150m 飛んだとか毎日言ってますからね、うん、オレンジカウンティーレジスターっていう、まあ、地元紙のバンキシャ、大谷が入ってから6シーズン、今も私は大谷ゆえに眠れぬ夜を過ごしている私が夢にもおねかったことを彼が次々と成し遂げているからだって言って ね、はい、そうですね、そうなんですよ、和田君のように確かに全部知ってるっちゃ知ってるんで、はい、もうやっぱりすごいのは、うん、アメリカがオープンで、うん、やっぱり野球がこのまま成長しないよりは成長した方がいいんで、各国の才能あるやつを入れて、で大谷が活躍した方が野球界にとってプラスだなと思って、新しい記録出た方がいいなってことで、あの規制緩和してるっていうか、大谷ルール、そうそうそう、大谷ルールとか作っちゃってね、そうそうそう、だから投手とあのして投げて、あの投手交代になってもバッティングできるというような大谷ルールに変えちゃったりしてるから、だからこういうそのまあ、結局世界から才能を集めてやるっていうところがやっぱすごくて、だから日本のプロ野球って全然、例えば台湾とか韓国とか、もっとその東南アジアでね、もっと野球普及させて、それで一旦才能あるやつを日本の野球界にとどめてっていう努力をもっとすべきだと思うんですよね、はい、台湾からも何人か来て活躍した人いるんですけどね、はい、そうですね、もっとこう、うん、あの開かれたものにすべきだと、うん、そしたら海外でも、うん、まあ、東南アジアでも、うん、そのプロ野球の放送がね、うん、変われるって形になると思うんですけど、間違いなくあれは取るでしょうね、あ、 MVP ですね、 MVP はね、はい、MVP も、もしかしたらサイヤング賞、ピッチャーとしてもいいっていうのを、うん、なんか流れで取っちゃうんじゃないかっていう話もなんか出てましたけどね、たった10勝しかしてないんですけど、まあね、まあ、とにかく観客が来るんで、うん、儲かるんですよね、アメリカで一番の人気スポーツはアメリカンフットボールで、約1億8840万人のファンがいると、はい、だから野球にも1億7110万人のファンがいる、はい、バスケットボールの1億5590万人よりも、アイスホッケーの1億3620万人よりも多いと、うん、で大谷でまたすごく勢いが伸びてるからね、はい、前年比で1987年以来最も大幅に増加していると、観客動員数がいろいろ、そうなんだよな、ピッチロックとかな、新しいルール、はい、あの入れてね、野球自体もよく試合時間を短くしようとしようっていう努力をしてんだけどな、はい、うん、日本はそういうことはあんまりやんないんだよねそうですね、なんかやっぱり改革が、日本企業もそうですし、うん、日本政府もそうですけど、うん、改革ができない、うん、できない国なんですよね、うん、アメリカはやっぱ、うん、とにかく消費者
が金出すように、売り上げが上がるように、とにかく買えるっていう、そこいとわないですよね。